4.23 横浜アリーナ、超有名 YouTuber フワちゃんのプロレス2戦目。林下宇多美がプロレスの厳しさを見せつけ勝利。敗れたものの再び闘志あふれるファイトを見せたフワちゃん、今後も目が離せない。明るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、We are Stardom。が見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。リメールさん、今度は七六冠を狙うが、これを許さない。未来ファイヤーマンチャリー上げさせない。七重膝を叩き込む。いやー、現地さん、うわー、いい張り手だ。だが火がついた。そう、ああいうことやっちゃうと七重は倍返ししてきますからね。ファッション、おー、ファッション、魂、ファッション注入タイム。さあ、どっちのファッションか、魂かファッションか。おっ、上げるか、強引に上げるか。嫌がる七重、上げさせない、上げさせない。未来が上げるか、上げた。魂、未来にとってはここはキーポイントとなった。ラリアット、豪快、これこれ。もう思わず今中西さんも声上げましたね。このまたこのラリアットきついですよね。リングマットと挟まれてる感じ、はい、チャンスとなったニューエルス。やっぱの高橋七重選手の、ね、首から肩にかえてテーピングが見られる。おお、でもこれはタッグマッチ。まあ正直本当のところ言うと満身創痍ですよね、高橋七重はね。だけどやっぱりここまで女子プロレスをつないできたというプライドでね、うん、そこの部分でリングで戦い続けてるところあると思いますよね。もう今は決して弱音を吐きません。はい、おーそう、七桃バダイバーを狙いますが、これはソーレアリが割って入る。さあニューエラス、ここで反撃に出なければならない。何なんですか、全然ニューエラスが思い通りいかないじゃないですか。全部七重にひっくり返されてますよ。そうですね、まあこの辺はリングの使い方だとか相手の動きに合わせたその時に応じた攻撃というのがね。あ、これ早いですよ。来る来る来る、まずいまずいまずい、やだ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 、これ絶対やだ。いや、全人類が嫌ですよこれは。ぺっちゃんこです。キャノンボールとはよく言ったもんですよね。早いですよ。だからやっぱ
この U の大きさ、そして重さというものを武器にしている一発ですが、あれができるっていうのがすごいですよね、U 選手。スピードある分、すごいですよね。さあ、未来を捕まえて、ぶっこ抜こうとしましたが、これは未来が拒否していきます。膝を立てる。上げられたくない。上げるぞ。だが U にはこの未来を上げる力を持っています。ほら来た、ほら来た、嫌がる、いやあそこで止める U。 うわ、どうする、ラスト、おお抜けた、待ちついて、さあホールに行った、これは面白い。だが高橋奈々恵が間に合いました。すごい、もう引っ張ってますね、高橋奈々恵がね。いいですね、元気ですよね。さあ、中西桃さん来ますよ。決まった、決まった、奈々桃ダイバー、うわー、ダイバー、おー、すごいすごい、未来、これを待っていた未来、これ大江さん、ミラマーレ、ミラマーレ持っていきたいですね。そして総連網を今高橋さんが止めています。さあ、大きさ重さでは負けるが、一度捕まえてしまえばチャンスはある。ダブルリストロック、ミラマーレが決まっている。確かにこの U に対抗するにはもってこいの技かもしれません。そうですね、でもね、いいタイミングで出してますし、やっぱりコンテストをね、挑戦して取れなかった3回というものの勉強、この失敗は生きてますからね。うわー、ちょっと規格外ですね。ただちょっとそうですね、規格外なところはね、ありますよね。ただ今ちょっと左腕に U の腕にダメージを与えてますよね。まあ、中西さん、やっぱこのリング上常識が通用しない相手っていますからね。いやもう本当気持ち折れますね、これ本当に。こんな返し方してくんのって、じゃあ何すればいいのってなるとき本当にありますんで。でも気持ちを折らずに、ね、これはタイトルマッチ。ああ、それそれそれ、高橋奈々恵を無造作に場外に放り投げました。まさにビッグガール、ダイナミックさを見せていきます。ソウル・ヤミも現在フューチャー・オブ・スターダムのチャンピオン、スターダムの新人、まあ、これからの選手を象徴する存在です。まあ、現在防衛を重ねてね、大江さん、はい、フューチャー・オブ・スターダムの価値をどん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 上げていっています。そうです、まあ、このベルトを巻き続けて、というねベルトではないですけども、そのフューチャーのベルトを持ちながら今日はタッグのゴンテスのベルトに挑んでるわけですから、はい、まあもう今日はこれ2人ね、本当はこれ2人絶対勝たなきゃいけない試合ですよ。ここでね、ゴッテスのベルト、しかもセブンナップを破ってのチャンピオンということは、そうです、ソーレーにとってはまた一つ、いや二つ、三つぐらいステップアップするチャンスですよね。はい、これはこの二人のこのニューエラーズというタッグチームがバカでかくバーンと上に弾けるチャンスですから。さあ、未来も覚悟を持った。場外に向かって。いやー、なんと場外へのフロッグスプラッシュアタック。ああ、場外カウント14、場外カウントは20までです。ああ、ソウレイが戻った、あれまさか、なんとニューエラズは、ニューエラズはこの作戦か、戻さない、いや、あら、いやー、もう一度カウントアウトだ。え、うわー、レフリーは20数えました。場外カウント20でセブンナップチャンピオンチーム戻れず、勝者はニューエラス新チャンピオンチーム誕生です。これはリングアウト勝ちでもう動くんですね。これはそうですね、通常のプロレスルールが採用されています。っていうか中西さん、もう今最後あれ狙ってましたね。これ作戦ですよね。多分普通に戦っちゃ無理だと思う、その場合のパターン作戦考えてたと思いますし、はい、あ、まあそっか、だって七重優はリングに上がるの多分遅いですもんね。あ、そこはね、きっと弱点といえば弱点ですね。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。
女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。スリーカウントフォールはありません。リングアウトもありません。 KO ギブアップのみの特別ルール、完全決着ルールで争われるシングルマッチ30分一本勝負です。お願いします。始まった。勝利 OK。 さあゴングです。ああ、シュリも今これ前川選手ちょっと疲れてますね。そうですね、こんだけでかいとやっぱ抑える力っていうのも必要になってくるので、多分今まで以上にパワーとか体力を使うのかなと思います。はい、それだけやっぱ橋本千代をコントロールするってのは大変なことなんですよね。そうですね、でも首里は体力の鬼なので。体力の鬼本当に。うわうわあ、ああ十分も痛いのに。あ、それすらも。でも、あ、危ない。頭打ちましたね。ヘッドバットを自ら打った後、今後頭部打ちましたからね。いやー、凄惨な戦いになってまいりました。いやー、でもやはり橋本千代タフですね。まあそうですね、やっぱり体のその力のっていうか、そのタフ面も含めてですね、はい、体が強いですよ。ああ、チャンスだ。アンクルホールド、これはもう力任せに足首をひねっています。もちろんここではギブアップを取ることはできませんが、危ない危ない。うわ、すごいスピアですね。まあこれはもう橋本の本職ですから、このスピアは強烈ですね。あの肩が刺さるわけですからね、ボディに。そういうことですよね。さあリング内に戻っていきます。首里は大ダメージを負っている。戻した、行かせません。あのスピアをもらって守備がまだ動いてる。なんだなんだ、うわ、今マットないとマットないですよね。いや、今は中西さん狙ってましたよね。狙ってたのかな、うまいこと。いや、なんかちょっとね、距離を取り方がね、なんかちょっとね、確かにちょうどね、マットに入らないところに行きましたよね。いや、橋本ダメージ負いましたね。いや、さすがの橋本千代もフロアダイレクトはまずいですよ。そしてコーナーからギロチンドロップ、頭部に攻撃を集中させます。シュリです。あ、来るぞ。強いですよ、強いですよ。いや、でも立ち上がってきましたよ橋本千代が。捕まえた、めちゃくちゃです。うわ、うわ、なマイカさん、なんで動いてるんですかね。ちょっとドンビーってます。すごい、まあね、プロレスラーはみんなこうゾンビ的要素を持ってないとね、いけないと思いますけども、ちょっとこれまたすごいですね。ダブルダウンが続いている。ダウンカウントは5まで、そして今6、立ち上がるのか、シュリー、7、8、ダブル KO か、9、止まった。あそこまでマットに叩きつられて起きながら、今度はエルボーを打ち合う、首筋に容赦なく。
エルボー振り抜いていく。処理の動きが止まった。エルボーの連打。あんな太いあの腕でエルボーきついですよこれ。いや行きますよ処理を。今度は橋本志郎が手を出せない。エルボーの速射砲。乱打戦だなこれは。うわハンマーだ。もう一時代のベイダーハンマー級ですねこれは。笑っています。橋本志郎の笑顔を見せている。押してはいけない橋本志郎のスイッチをシュリを入れてしまったのか。そこが知れないこの怪物。シュリが叫ぶ。行かせない。フロントベックロック。これ前川選手これ、はい、グラウンドに持っていけばチャンスありますね。そうですよ。もっと下に体重を落とさないとあのぐらいのパワーは簡単に持ち上げちゃうので、もっともっと下に、いややばいやばい。これ行くんじゃないか。待って、やばい。もうちょ、首相撲から膝、膝の連撃、全部顔面持ってってます、膝を。もう甘くない。やばい。打たせない。さあ、まだ完璧な橋本千代のオブライトは決まっていない。それは徹底的にディフェンスしているシュリー。うわ、後頭部にヘッドバットを叩き込んで、そしてこの88キロの橋本志郎を抱え上げて打てるのか、シリ打てるのか。修正回でもホールないんだよ。ホールないです。そうだ。試合時間15分経過。この戦いにスリーカウントフォール勝ちはありません。バズソーキック。レフリーがチェックします。ダウン、ダウンを取りました。橋本千尋立ち上がれるか。意思は見せる。立ち上がろうとする意思は見せようとするが、体が言うことが聞かない。橋本チロ敗れる。勝ちました、シュリー。いやー大江さん、はい、あのね、壮絶な戦いでした。やっぱりもう体でもパワーエネルギーで勝てないですから、もう要するに根本ですよね。脳みそを止めるしかないんですよ。そうするともうやっぱり頭部に攻撃を集中させるしかないですよね。やっぱりそうなると一番自信持ってるものは顔面切れハイキックですから。なるほど。それが効いてしまうと今ね、悔しくてマットを叩いたりロープ叩いたりしましたけども、橋本はね。だけどやっぱり体が言うこと聞かないですよ。これは気合や根性だけでは立ち上がれないですね。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。
今一瞬モネも迎撃しようとしましたよね。そうですね。それにすら岩谷舞は負けません。だがもちろんその代償を支払っています。大丈夫か。そのボディの状態で岩谷舞された。やってしまいました。いや舞香選手これ最悪の結果ですよね。そうですね。やっぱなんだろう、どんだけ攻め込まれてもその切り返しを多分モネはずっとその先を見てんのかなって思いますね。おお、バックス、あ危ないぞ危ないぞ、来るぞ来るぞ、モネメーカーを狙っている。バスオキック、これもよく見ているメルセデスモネ。ドラスティック、なんとかモネの追撃を引き離していく。捕まえると非常に厄介ですメルセデスモネ。かわす、ハット、うんうん、いやこれ大江さんお返しですね、はい、いやこの岩谷のあの顔から張り手くるときついのはいきますからね。いや反応が早いですねモネ。危ない、うわうわ、引き倒していったバックスタバー岩谷連れで返す。でも今なんかも引きずり、ただ強引に引きずり下ろしてるように見えてちゃんとポジションを作って自分を避けてますから、はい、分かってやってますよね全てにおいて。だから技がすごく早かったり荒かったりしますけど逆に丁寧なんですよね。あなるほど、この荒々しさというものを全て計算のうち。いやそう思いますよ。いや長井さんここで挑発ができる心臓ですね、ええ、表情からしてもうまだまだ余裕な感じだから。お丸め込みに活路を見出そうとするがモネはそれすらも冷静に切り返す。モネメーカーか、決まってしまうのか。あロープ近い、岩谷舞ニアロープで命拾いしました。いや中西さん今よく気づきましたね。そうですね、もう一度これは肩を上げるカウント2。あモネは信じられないともう一度、だがそれでも肩を上げる。ならばこれならどうだと固い身のため岩谷肩を上げる。決まらない決まらない。さあモネが冷静さを失っているのか。なんととなくカバーに入る。これ舞香選手ちょっとおかしいですね。そうですね、うわでも危ない。モネメーカー返されたのがちょっと信じられないでしょうかね。一番の大ダメージじゃないですかね。それに比べてなんかまだその岩谷舞は逆になんかちょっと周りが見え始めるようになってきたのかなと思います。なるほど、はい、モネメーカーのダメージからも回復しつつあるとちょっとずつあるかなと思います、さあこれがチャンスとなるか、活路となるのか。今のあのカバーの連続返されたところにちょっと焦った顔してますよねモネもと思いますね、はい、そういうふうに見えました。だがすぐにザ・ CEO の顔に、あバックスタバー、 Cause I'm the icon now. 私がアイコンになると。スターダムのみの世界の、いや岩谷が立つ余裕見せた。ロープに足引っかかったからちょっとトラチック止めた。うわあのドラゴンをもらってもモネはまだ行くが岩谷が捕まえた。いつだ、いやなんだ、岩谷もなんというためかツームストンパイルドライバー。行きません。これは大江さんムーンサルト狙ってますかね。いやモネもよくダメージの中であそこで手をね足に出せますね。まあそれだけ追い詰められてるというのも、うん、もちろんそうですね。おこれはまさに、いやもう前川選手怖い岩谷舞が。そうですね、でもそれに負けじとモネも挑発してますからね、ずっとどっちもどっちですね。どっちも本当怖いなって思います。わお
モロです。さすがのモネも動きが止まった。岩谷真由ムーンサルトプレス、ポジションは良かったですけどね。だがメルセデスモネを追い詰めている。岩谷前に今チャンスがあります。近づいてきている IWGP 女子が捕まえた。お、久々に二段式しました。第2代 IWGP 女子チャンピオンメルセデスモネ2度目の防衛に失敗。岩谷真由が第3代 IWGP 女子新王者となりました。いや、マイカ選手、はい、勝ちましたね。やってくれましたね。いや、両方なんだろう、こんなに早く怖い方とあのゾンビ系の怖い方のスイッチ両方とも見れる試合あんまりなかったかなと、ね、はい。見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。